はいどうも、ケイキングです。今日ですね、スーパーロボット対戦 EX 続きやっていきましょう。現在、主の章やってます。まあ、今回が最終回ですね。金使ってしまうか。まあ、装甲3000なんで装甲2つ上げてもいいですね。まあまあ、HP でいいわ。はい。もう使うユニットも決まってますからね。行きましょう。準備はよろしいですかな。まあ、儀式ですね。はい。トイレと。確かに以前のテリウス王子とは比べ物なら魔力を持ってる。アモニカも、サフィネも。そんなに焦る必要ありませんよ、ローズオール。さあ、準備できたと。よし。行きますか。ここバウンドドックはね、出撃できないので、はい、まあこんな感じですね。まずアモニカ王女、あなたがその上に、マスオキなどいりません、降りろと。さあ、そしてシューがアモニカ王女の前。そして、生贄に刃を。シュー様、痛くしないでくださいね。あらら、ガキね。私なんて痛いのも好きよ。それに最初は痛くても、そのうちそれが。チャチャを入れるでない。さあ、シュー様。モニカ。ボルクス様の復活には、信頼してるのに裏切られた絶望と悲しみの感情が必要。構いませんわ、シュー様。私の命はシュー様のもの。うお、何が一体。ローズオール。ローズオール、どうですか。信頼していたものに裏切られる気分というのは。シュー様、一体何を。あれだけ信じていたボルクルスの生贄になれるんですよ。もう少し嬉しそうな顔をしたらどうです。呼び捨てにしたことですか。蘇生術が未熟だったおかげで私のボルクルスの契約の記憶が消された。ちゃんと復活させて差し上げますよ、あなたの命でね。ウォルクルスは私を操ろうとしました。私の生活は知ってるでしょう。自由を愛し、何者も恐れない。それが私の誇りでした。この世界で私に命令できるのは私だけ。ウォルクルス、許すことはできません。この手で復活して、この手でその存在を消し去ってあげますよ。はい、そしてボルクルスが復活と。来ましたね、サフィーネ。あなたは下がっていなさい。サフィーネ。あ、いえ、私も。あなたは正式ではないとはいえ、ボルクルスとの契約を結んだ身。よほど魔力が高くないと、ボルクルスに操られますよ。そうか、この間、私がボルクルス様、いえ、ボルクルスの分身と戦うのをためらったとき、私は試されていた。ボルクルスと戦うだけの勇気が私にあるのか。もしあの時戦っていなければ私もローズオールのように。ああ、でも私はそれでもシュー様が。シュー様、私も戦います。さあ来た。お、いいね、戦士って感じだね。さあ、サフィーネ。そんなのに負けちゃダメ。
分けるもんですか、主様と主様と丸々するのよ。あれです。そのためにサーフィンには頑張りました。はい、もうウォルクスの試合を跳ねのけましたね。サーフィンよく頑張りましたよ。サフィーネ様らしいな。で、これサフィーネのレベルが31以下だと操られるんですよね。で、敵になります、サフィーネが。まあ、なんで前回レベル上げたって感じですね。30ダメよね、確か。確かね。俺もその辺ちょっと忘れかけてるんですよね。ここはね、もうこいつを叩くんですよ、本体を。走行戦で2回行動と。回避170。強えな。武器がこんな感じか。ちゃっとね、やっちゃうなら、まあ、やっぱ、周気合。まあ、ここ幸運とか必要ないですからね。もう周で反撃。まあ、装甲と HP 改造してるので、まあ、2発は、耐えれるんですよ、これ。相手は2回行動で、まあ、攻撃してきて、それにブラックホールクラスターを、まあ、ぶち込んでいくと。まあ、それが早いですね。ただ、クリティカルが出たら一発で沈みますね。一発っていうか、まあ、一旦で沈みますね。周は。まあ、反撃でいくか。その方がサクサクいけるよね。反撃するなで、周だけっすね。はい、反撃できます。まあ8か、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、まあこれで主を狙ってくると。で、反撃できます。そうじゃないとね、こいつらも近づいてくるんですよね。なんで、まあサクッと終わらせたいですよね。まあちょっと時間かかるなって時はね、とりあえずなんかこれ、例えば隔離痕とかさ、ひらめきかけて置いといて、こことかに。さあ、ずっと、ま、隔離庫を狙ってくるじゃないですか。で、足止めしとくと。まあ、このバーンとかを、ま、こっちに持ってったりとかしてね。いや、もう俺、サクッとね、終わらせます。ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ここやね。と、テリウスも持っていくと。まあ、外からやれるので。あとは、加速でいこうか。まあ、これで OK ですね。はい。準備できたと。で、モニカと、サフィーネはね、まあ、愛ですね。愛使うだけ。他はいらないですね。今回は。はい。この辺はいいです。動く必要なし。行こう。もう熱血ファンネルですね。これで削っていきます、外から。さあ、これでいこう。銃が落ちるときついよね。HP 結構高かったですよね。5万、6万ぐらいありますかね。熱血。テリウス当たる？まあ、改造したんですけどね。86。まあ、いけますかね。まあ、怪しいけどね。改造したんで攻撃力が高いですよ。ビニアレルガン。よし。よし。じゃあ、OK やね。終了と。よし、行きましょう。まずは、そうやね。まあ、テリウスとはこの辺から行きますか。
熱血。そして、極めでとこうかな。まあ、ちょっとでもね、ダメージ、まあ、乗せると。当たるよね。82か。いや、なんと見えないですね。当たれ。よし。まあ、9000くらい入りましたかね。走行1000でしたよね。じゃあ次、テリウス行きますか。熱血。はい、行きましょう。まあ、まだ見えないですよね。さあ、まだまだ楽しもうぜ。お、やるね。スッつって。テリウス何やってんだよ。もう一発いきます。まあ、気にせずね、ガンガン撃つと。まあ、クアトラきっちりね、当ててくれますか。よし、オッケー。とりあえずオッケーオッケー。さあ、あとはこいつらも来てるんですよね。ここまでね、来てると。じゃあ熱血いきましょう。まあ、熱血ファンネル2回ですね。はい。いけ、ファンネルたち。おー、まだね。強いよね。で、これビーム効かないですからね。あとマップ駅。はい、無効です。さあ、ファンネル。OK。レベル高え。お！来たか。9350。そうか。134か。まあ、行きましょうかね。はい。愛で。じゃあ、撃ちます。はい、撃つ。ボルクルスは気力ちょっと上がってますからね。ちょい残る。ちゃんと計算したいです。オッケー。行きましたね。よし。さらばだ。周囲でとどめを刺したと。何が神です。あなたも所詮太古に滅びた種族の亡霊に過ぎん。俺らしく冥府へと帰りなさい。私は死なん。はい、まあ、分身も消滅と。 OK。 まあ、なんとかこいつらに近づいてくる前にね、倒せましたね。たとえ本当の神であろうと、私を操ろうなどとする存在は決して許しませんよ。主様、すべて終わったと。うん、ゆっくりしましょう、ゆっくり休みましょう。ちょっとサフィーネ、ずうずうしいですわよ。チカ、どうしました？震えてるんですか？ご主人様って、私が思ってたよりずっとすごいですね。本当にボルクルスを倒しちゃうんだから。
あ、交渉軍の話しましたね。来た。すまない遅くなって、いや大変だったよ。彼は苦しまずに死にましたか？あ、だと思う。知り合いだったのか。まさきは元気でしたか？おい、あいつも知り合いなのか。世間は狭いね。元気だったよ。いや、元気すぎるな、あれは。
はい、ということで、無事ね、まあ、シュウの師匠もクリアと、まあ、これでシュウと、まあ、リュウネとね、終わりました。まあ、まさきはね、まあ、ちょっとどうしようかなって考えてるんですけどね、まあ、これも出してる頃にはもう撮ってるかもしれないです。何かしらの動画をね、もう撮ってるかもしれないです。次の、まあ、シリーズというかね。はい、ということで、今回はここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。